こちらでは、警察学校組の5人の初登場会、それぞれが警察になった理由や死因を解説していきます。また動画の後半で、5人の時系列をまとめています。まずは警備部機動隊爆発物処理班の萩原健二です。萩原の初登場は、アニメ304話、揺れる警視庁1200万人の人質の冒頭シーンです。原作では名前しか出ませんが、アニメでキャラクターとして登場しました。物語開始の7年前、解体していた爆発物のタイマーが突如作動し、その爆発に巻き込まれて萩原は死亡してしまいます。スピンオフの警察学校編では、機械いじりが好きで実家の工場を継ぐつもりでしたが、不景気で潰れてしまい、そこで倒産することのない警察になったことが明かされます。ちなみに5人の中でも洞察力やコミュニケーション能力が高く、女性に一番モテていたのも萩原でした。また、松田とは幼少期からの親友でした。続いて捜査一課強行犯3係の松田陣平です。松田陣平の初登場は、301話の悪意と聖者の行進です。並走した高木刑事が松田に似ており、佐藤刑事や白鳥刑事が松田を思い起こす形で出てきます。続いて、304話の揺れる警視庁1200万人の人質に登場します。萩原が解体中に死亡した爆発事件ですが、松田も別の場所に仕掛けられた爆発物を処理していました。爆発物の処理を終えた松田は、解体中の萩原に電話をします。その際に、もし自分が爆弾で死んだら、仇を取ってくれよと萩原に頼まれるのでした。その事件で萩原が殉職し、それから4年後に松田は、佐藤刑事の所属する強行犯3係に配属されます。そして4年前の爆発事件の同一犯から、爆破予告のファックスが警視庁に送られ、萩原の仇を取ろうと、松田は爆発物の処理へと向かいます。一人で爆弾の解体をする松田でしたが、突然、爆発3秒前に次の爆弾の在りかを示すというメッセージが爆弾に表示されるのでした。爆弾を解除してしまうと、そのメッセージを見ることができないため、松田は自分が犠牲となり、爆発3秒前に表示されるメッセージを佐藤刑事に伝えようとします。そして、悪いな萩原、どうやらお前との約束はと言い残し、松田は爆死してしまいます。それ以降は、アニメ359話や535話の背景に一瞬出ます。また安室に爆弾処理を教えたのが松田であり、劇場版純国のナイトメアでは、安室が爆弾処理中に松田のことを回想しています。ちなみに松田が警察官になろうとした理由は、父親が5人逮捕されたことへのモヤモヤを、警視庁のトップである警視総監を殴ることで晴らすためです。強行犯3係では荒っぽい言動が目立ちましたが、警察学校編でもその気質から安室と喧嘩をしていました。ちなみに初恋は萩原の姉で、原作でも最近登場したばかりです。続いては、警視庁公安部の安室徹です。安室は667話のウェディングイブに私立探偵として初登場します。そして重要回として、701話の漆黒のミステリートレインで、黒の組織のバーボンだと自ら正体を明かします。そして705話の密室にいるコナンで、眠りの小五郎の正体はコナンだと見破ります。続く770話のギスギスしたお茶会で安室の幼少期のあだ名がゼロと判明します。そして779話から783話のヒーローシリーズで、安室が公安の人間だと判明します。続いて886話の裏切りのステージで、安室が赤井を憎む理由がわかります。ちなみに安室が警察になった理由は、灰原の母である宮野エレーナを探すためです。続いては、刑事部捜査一課強行犯3係の伊達渉です。伊達の初登場は、アニメ681話の命を懸けた恋愛中継で、拉致された高木刑事が、先輩であった伊達のことを回想する際に登場します。伊達は、高木刑事の教育係を務めていました。二人はとても仲が良く、さらに名前が同じ渡るのため、
伊達は自分たちを渡るブラザーズと周囲に触れ回っていました。しかし物語開始の1年前、二人で徹夜で張り込みをした帰りに、高木刑事の目の前で、居眠り運転の車にはねられて、伊達は死亡してしまいます。また伊達には、英会話講師のナタリー・クルマという恋人がいましたが、伊達が事故死したことで、ナタリーも後追い自殺してしまうのでした。そしてこの回のラストで、伊達の墓参りに安室が来ており、伊達とのつながりがあったことが明らかとなりました。警察学校編では、成績は安室に続く2位という優秀さであり、また面倒見がいい性格からか、5人のリーダー的存在となっていました。続いては警視庁公安部の諸伏博光です。スコッチというコードネームで黒の組織に潜入していました。諸伏の初登場回は、アニメ836話の仲の悪いガールズバンドで、兄の友人からベースを教わったというセラの回想の中で出てきます。セラが中学生の時、アメリカにいるはずの兄の赤井秀一を、日本の駅で偶然発見しますが、この時赤井が連れていた男が諸伏博光でした。そして諸伏は、セラにベースの弾き方を優しく教えてあげるのでした。ラストでセラは、諸伏のことを、兄の友人ではないかと予想します。しかしそれを聞いていた安室が、彼は警視庁公安部の捜査官、君の兄さん、赤井秀一に殺された男だよと、心の中で語るのでした。続いて登場したのが、866話の裏切りのステージです。黒の組織に自分が公安であることがバレたため、赤井の拳銃を奪い、諸伏は自殺を図ろうとします。しかし赤井も自分が FBI であることを打ち明け、諸伏を逃がそうと説得します。ただその時、誰かが階段を登る足音が聞こえてくるのでした。階段の足音に赤井が気を取られているうちに、諸伏は自殺してしまいます。そして階段を登りやってきたのは、皮肉にも同じ公安の安室だったのです。後に安室は、同じく組織に潜り込んだ FBI の赤井なら、諸伏を自決させない道を選べたのに、そうしなかったことを今でも恨み続けているのでした。ただ、赤井は諸伏を逃がそうと説得したのですが、そのことを赤井は言わないし、安室も事情を知る由もないことから、すれ違いが生じてしまっているというわけですね。ちなみに、諸伏が警察になった理由として、7歳の時に両親を殺した犯人を捕まえるためです。また長野県警の警部である諸伏貴明が、アニメ983話の狙われた唇で諸伏博光の兄であることが明かされます。そして安室たち5人が警察学校時代の同期であることもこの回で明かされ、5人一緒のシーンも出てくるので必見です。最後に警察学校組の時系列を解説したいと思います。まずは全員が22歳の時に警察学校に入ります。そして全員が22歳の時に警察学校を卒業します。卒業後爆弾処理班に配属された萩原が22歳で殉職してしまいます。続いて25歳の時に赤井、安室、諸伏の3人が黒の組織に潜入しており、日本の駅にいました。同じく25歳の時に諸伏が組織に公安であるとバレて拳銃自殺してしまいます。次に26歳の時に、松田が爆発に巻き込まれ殉職してしまいます。そして、28歳の時に、伊達が交通事故で亡くなってしまいます。そこから29歳の時に、安室が初登場するという時系列になっています。ということで、警察学校組の5人の初登場回や時系列についてでした。ご視聴ありがとうございました。